Hello, this is Quick British English. Quick British English の滝です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日は英単語の覚え方についてちょっとお話ししたいかなと思っています。皆さんの英語学習の中でも英単語を覚えるのってお悩み1、2を争うくらいじゃないでしょうか。私も生徒さんから聞かれる質問が多いトップ1、2を争うくらいかなと思います。なので今日は私がどういうふうに英単語を覚えているのかっていうことを皆さんと一緒にシェアしていけたらいいなと思っています。必ずしも私が今やっているこのやり方が皆さんにとってベストではないかもしれないんですけれども、一つの参考程度に聞いていただければ幸いです。私が今使っているのはこちらの iPhone Air 4、それと Apple Pencil 第2世代を使っています。自分の携帯も iPhone なのでとても連動しやすくて使いやすいです。 iPad をお持ちの方にはぜひ使っていただきたいやり方です。ではご説明しますね。こちらが私が使っている GoodNote 5の中のノート一覧になります。私は英語学習に関してはフォルダーに入れていて、こちらの English Study、 こちらの中に入っています。じゃあこちらを開けてみましょう。開けるとこの中にボキャブラリー、それとグラマーインユーズ、それからケンブリッジ英検についての勉強ノートが入っています。ボキャブラリーの中をタップするとこんな感じで、わかりますでしょうか。最初に単語を書き、それから単語の意味を横に書いて、それからこちらはチェックボックスシートになっています。3回くらいこうチェックできるようになっているんですけれども、で下に青色の文字で例文も書いています。青にしているのは、青色にすると人の頭の脳に残りやすいという説があるみたいです。なので私は青色を使っているんですけれども、皆さんは何色でもいいかなと思います。で下に、まあ、下にというか横にですね、こう空いたところにその意味の画像を Google から取ってきて、こんな感じで貼り付けたりとかしています。ご覧のように日本語は一切使っていません。で私が使っている英辞書なんですけれども、私はネットの無料のやつを使っています。2つ使っているものがあって、1個はケンブリッジディクショナリー、ケンブリッジ大学が出しているディクショナリーです。ケンブリッジ大学とかケンブリッジ出版ですね、ケンブリッジプレスが出しているディクショナリーなんですけれども、そちらを1個使っています。イギリス英語とアメリカ英語の発音両方学べて、とても意味が分かりやすくて、オックスフォードディクショナリーもあるんですけれども、個人的にはレイアウト的にケンブリッジディクショナリーの方が使いやすいかなと思っています。でもう一個使ってるんですけれども、あともう一つはボキャブラリー .com と言います。これはもともとはアメリカの英語のサイトみたいなんですけれども、私はとっても面白いなと思います。何が面白いかというと、英単語の説明する内容とか単語に関する例文とかも載っているんですけれども、それがとてもユーモアがありセンスがあって、こすっと単語の意味が入ってきやすいかなと私は思います。でどういうふうにこれを使い分けしているかというと、基本的にはケンブリッジディクショナリーの方で意味を調べて、でそれでもちょっと意味がわからない時とか、ちょっとこれってどういうことなのかなって思う時とかがあるので、ボキャブラリー .com の方でもう一回ちょっとチェックしてみるといった感じで使っています。あとはこれはこういう意味なのかなとちょっと疑問に思った時とかにチェックの意味も重ねて、ボキャブラリー .com の方も使ったりとかしています。でメインはケンブリッジディクショナリーで、サブでボキャブラリーとかも使うといった感じです。概要欄の方にこちらの辞書の URL を貼っておくので、ぜひ皆さんもご覧になってください。 iPad 愛用者なら、ご存知の話だと思うんですけれども、 iPad で GoodNote5、
そして自分の iPhone の方で GoodNote5 をこうアプリを落としていただくと連動することができますので、たまにその移動中の時ですとか、あとは夜ベッドに寝る前、タブレットを持っていくっていうのもまあいいと思うんですけれども、携帯の方が結構皆さん持っていく率が高いと思うんですよね。なので夜寝る前にこう今日やった単語をチェックしてみたりだとかすることもできるので、とてもおすすめのやり方です。単語を覚えるときにとても重要なことは、絶対に日本語を入れないということです。先ほどお見せしたように、私の単語帳にも一切日本語は書いていません。日本語と英語って全然別の言語なんですよね。なのでそれをこうミックスしてしまったりとかすると、効率が悪いだけでなく、いつまでも日本語からこう英語に訳してしまうような癖が抜けないと思うので、これから覚える新しい単語に関しましては、必ず日本語をいらずに英語オンリーで覚えるようにしてみてください。英単語を覚えるというのは、私も経験があるので分かるんですけれども、時間がかかるもので地道な作業だと思います。でも一度頭の中に入ったら、その単語はずっともう頭の中から逃げないというか、頭の中からこう出ることはないと思うので、地道に一緒に頑張っていきましょう。私どこかでちょっと聞いたことがあるんですけれども、同じ単語を覚えるのに偶然5回は目にしないとその単語を覚えることができないそうです。なので単語を覚えるにはなるべく多くの英語に触れるというのがいかに大切かというのをお分かりいただけるかと思います。今日の英単語の覚え方のトピックはいかがでしたでしょうか。コメント欄の方で皆さんはどうやって英単語を覚えているのか、英単語についてこういった悩みがあるよ、英単語を覚えるのにこんな悩みがあるよっ ってことを一緒にシェアしていただけるととても嬉しいです。こちらのチャンネルではいろんなフレーズや主にイギリス英語のティップについてお話ししたりとかしていますので、イギリス英語や英語学習に対して興味がある方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。 So that's all for today. Thank you so much for watching and see you next time soon. Bye.